ミゲル・アンヘル・ゴンサレス・マルティンは、メキシコ合衆国ハリスコ州クアダラハラ出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。愛称は、エル・ハリス・シェンセ。2004年にアナハイム・エンゼルスに入団。2008年にルール5ドラフトで、ボストン・レッドソックスに移籍した。しかし、2008年は、膝の手術。2009年は、 トミー・ジョン手術でそれぞれ全球している。2012年3月にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。5月29日のトロント・ブルージェイズ戦でメジャーデビュー。7月6日のエンゼルス戦で初先発し、メジャー初勝利を挙げた。後半戦は先発に定着して急勝を挙げ、オリオールズの15年ぶりのポストシーズン進出に貢献した。 2013年は5月に指に豆ができて故障者リスト入りしたが、それ以外の期間は先発ローテーションに定着。特に前半戦は16試合中12試合で QS を決める安定感を見せ、規定投球回に到達して自身初の2桁勝利を挙げた。2014年3月11日にオリオールズと1年契約に合意した。この年は、 ウバルドヒメネスが復帰する際に校長を維持しながらマイナー合格という不運にも見舞われ2年連続の規定投球回到達はならなかったが前年から防御率を改善させ2年連続で2桁勝利を記録した同年は特にケーレブ・ジョゼフとバッテリーを組んだ時に高騰し15試合で防御率2.74という成績だった2015年は26試合すべてに 先発登板したが、投球イニングが2年連続で減少したほか、防御率は自身初の4.00台、9勝12敗と負け越し、メジャーデビュー後ではワーストのシーズンを送った。2016年1月17日にオリオールズと1年契約に合意したが、3月31日に自由契約となった。2016年4月3日に、 シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。4月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ホワイトソックスでは先発ローテーションの一角に入る。24試合に登板したが5勝8敗と2年連続で負け越した。特に3シーズン連続24本以上あった基本類打を半減以下の11本まで抑えた。 2017年2月8日に第4回ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出された。2017年8月31日にティックアン・フォーブスとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した。この年は2球団合算で27試合に先発したが8勝13敗防御率4.62と前年から再び調子を落とした。オフの11月2日に FA となった。2018年1月11日にホワイトソックスと1年475万ドルで契約を結んだ。シーズンではいずれも4月に先発登板した3試合で4失点以上を喫して敗戦投手となり12.41と散々だった。その後は右肩を痛めて故障者リスト入りし、7月には 回線筋鍵盤の手術を受けた。オフの10月29日に FA となった。オーバースローから最速球速94.9マイルパワー、平均91マイルパーワーの2種類の速球を中心に平均85マイルパーワーのスライダー、平均84マイルパーワーのスプリッター、平均77マイルパーワーカーブを投げる。メジャー通算のタイミングヒオプスは、 724対左ヒオプスは736と左右をにしないのも特徴の一つである。ありがとうございます。